赤身が好き。フードファイターすごい量食べきれない。おさい銭箱ひえー。あそこがお城、お城、登ってきたけど、どうやらここで終わりで、交通安全します。はい、無事に埼玉まで帰れますように。ここね、ここはすごい行きたかったとこです。私の好きな映画の中のね、僕の彼女はサイボーグっていうところで、綾瀬はるかと、小出圭介がね、ここで、過去の自分に、タイムスリップして、んで何ていうの、実家の風景をさ、こう見て回るっていうシーンがあって、そこでここが出てくるんですよ。で、夜に郡上踊りがあって、そしてここのシーンをね、こう歩くっていう、できたらそのシーンね、吸い取ってこれ見せたいんですけど、ここか、来た。なんか下を見てる人いるけど、うわ、魚よ、うわ、綺麗だね。すごいな、ここか。いや、カフェありますね。多分ここら辺 CG で一気してんじゃないかな。ここをね、子供の時の生まれた場所ですよって言って、こう、なんだろう、タイムスリップしてね、ここを歩くシーンがあるんだよ。今お茶を飲んでんだけど、どうやら下に降りれるみたいな。このね、お、やってるやってる。うわー、あ、釣れた？あ、釣れた。釣れた。ね、カフェの横からまだ飲みかけ。カフェの横からね、下に降りれるみたいだよ。降りてみよっか。友釣り専用漁場だって。へー、友釣りか、アユだね。いい、また階段だよ。よいしょ。こういうね、ところにいるんだよね。でね、ほら、なんて絵になるじゃないですか。郡上八幡の下でね、おじちゃんが2人アユの友釣りをしてるんだ。へぇ、魚いないかなぁ。おぉ、また釣れた。あぁ、釣れてる、釣れてる。釣れてる。おぉ。なんであそこ光ってるんだろう。ライト？綺麗。観光？はい、新町通り。
店、アユの塩焼き。こう、こういう皮れてる。皮れてる、死んでるの。なんか健康になりそうな石だね、裸足で歩いたら。いやでも若干ね、これ足すごいんだよ、土踏まず柔らかいから。なんかなんだっけ、わらび餅ソフトクリーム、やばい食べ物ばっかり。稲荷町一丁目、はい、じゃあ今日はまだね時間はあるんですけど、早くあのお風呂に入ってご飯を買って車中泊の準備しなきゃいけないので、今日の郡上八幡は、ここまでに、したいと思います。また明日ね、もうちょっと見たいところがあるので、もう一回ここに来ようかなと思います。はい、ちょっとここにも路地があった。よいしょ。あ、ここあれだ、これだ、はい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 、ここですよ、ロケ地の。滑りやすくなってる、注意してください。はい、吉田川と、あ、小田原川、小田原川、ほらほらほら、やってる、いいなぁ。ん？なんだ？釣りじゃないのか？あれは何をしてるんでしょう？あ、漁かな？ん？釣り竿じゃないね。はい、今日はお風呂屋さん、なんかみんなお風呂入りに来てんのかな。郡上八幡の一番近いお風呂屋さんだ。なんか
あのね、ちょっとチラッと見たんだけど、すごいなんかいい感じです。大和温泉安らぎ館、よいしょ、大人700円ね、よいしょ。泊まりの郡上祭館、大和の朝市。ここはね、すごかった。あの、京野菜とか、見たことない野菜がいっぱいで、万願寺とトマトと、とりあえず、はい。また小腹が空いたので、朝っぱらからまたお稲荷さんを食べます。